はい、どうも、にまるです。今日はね、ちょっとハムさんへの餌のあげ方を変えようかなと思ってます。ちょっとだいぶ残しとるな。ハムスター降りてくるのを待つのはちょっと時間がかかるんで、こっからハムが自発的に出るのを促そうかって感じで、でちょっと段差があるんで、これ100均で買ってきました。用途は不明。これを置いて、ちょうどコードもついて、お、降りてくるな。ハムさん、ハムさん、こっち。ハムさん、こっち。この段差高い？あ、戻っちゃう。こっちこっち。でこっち。高いんかな。じゃあここ置いてみよう。ハムさん、ハム、甘えん坊じゃちょっと力が弱いかもしれない。これだ、ひまたねだ、お前の大好物。さあ降りてくるがいい。怖いんか。たったこんぐらいの高さじゃん。ひまたねだ。さあどうする。ひまたねがあるぞ。そっち危ないよ、そっちは。ひまたねだ。大丈夫大丈夫、降りれる降りれる。ファイトファイト、ガッツガッツ。まだちょっと結構ね、高所恐怖症なんよな、このハムスター。こっから手渡しであげたい。で自分で戻ってほしい。あ、降りれた。あ、えらいえらい。えらいえらい。えらいね。お前はすごい。お前はすごい。ほら、はい。ハムさん、入れ。
ハムさん、ハムさん、まだあるよ。まだいるか？いいね、自分で戻ってくれた。で、今度からこうやって餌を渡していこうかな。はい、いつものゲロゲロ見せて。うちのハム、あ、痛い。うちのハムスターはこうビビリビビリっていうか、ちょっと慎重な性格だから、まあ、こういう高いとこから落ちる心配とかは今のところないですね。心配したこと。ハム、もうええって。ゲロゲロポイント探しとんか。ちょっとなんかこう開放的になったのが気に食わんのかな。テリトリーがわからんくなったのか。いいね、いいね。このね、頬袋いっぱいにさせてこうパイプ登るのすごいちょっとなかわいそうに見えてね、ちょっとこういう方法を考案しました。ひまたね、やっぱ好きだね。やっぱハムスターだね。その辺じゃあちょっと蓋をしましょうか。よっこらしゃ。というわけで今日はこの辺で。